キングプリンスのメンバーがファン待望のアンアン氏に登場することが決定しました。そして、なんと、この特集はアンアンの歴史上初めての3ヶ月連続三部作として展開されます。第1章では魅力的な高橋海人が表紙を飾り、長瀬廉も亀尾出演で登場します。この特集はファンにとって待ちに待ったものであり、キングプリンスのメンバーが アンワンのページに登場することは多くの人々にとって喜ばしいニュースでしょう。キングプリンスはその魅力的な外見や才能だけでなく音楽活動やドラマへの出演など幅広い分野で活躍しています。彼らがアンワンに登場することで彼らの魅力や魅力的な一面をさらに深く知ることができるでしょう。特に第一章では高橋海人が表紙を飾ります。 彼のキャリアは多くのファンにとって魅力的なものであり、彼の表情や姿勢は彼の個性を表現する鮮やかな手段となることでしょう。また、長瀬蓮のカメオ出演も楽しみの一つです。彼の魅力的な笑顔や演技力は多くのファンの心を捉えることでしょう。アンアン氏の歴史上初の3ヶ月連続三部作という、この特集は読者にとっても 非常に興味深いものになることでしょう。それぞれのショーが異なるメンバーを特集し、彼らの魅力や個性を紹介することで、キングプリンスファンだけでなく、様々な人々が彼らの魅力に触れることができるでしょう。さらに、この特集は、キングプリンスのメンバーにとっても特別なものになる、ことでしょう。彼らが、アンアンのページに登場することで、 自分たちのファッションや魅力を表現する場を与えられるだけでなく、ファンとのより深いつながりを築く機会を得ることができるでしょう。最後に、この特集が読者にもたらすエキサイティングな要素に加えて、キングプリンスのメンバーのファンや支持者にとっても、彼らの活動や魅力について新たな発見をする素晴らしい機会となることでしょう。 キングプリンスの高橋海人公イコール、橋小高が、17日発売のグラビア週刊誌、アンアン2394号、スペシャルエディションマガジンハウス館の表紙を飾る。今回、主演、キングプリンスによる3ヶ月、3部作の、グラビアセッションが実現。第一章は、高橋のグラビア物語が展開。その世界に、長瀬ンが、 カメを出演するという試みも行われる。今後から3ヶ月にわたるスペシャル企画、キングプリンスリンブロンドがスタート4.5、6月と月に1回、ソログループの表紙グラビアを特別な仕掛けとともに届ける。高橋のグラビアには長瀬が、長瀬のグラビアには高橋が登場し、すべての世界がつながっていくという、アンアン史上初の試みとなる。 第一章の主演を担当する高橋は1995年の青春を描くドラマ95でも主演を務める。90年代にタイムトリップしたようなポップな世界、カラーライトで踊りながら撮影したモードな世界、そして黒を背景に黄金のベールが揺れる中で撮影した幻想的な世界。多面的な魅力を詰め込んだ宝箱のような世界を披露する。 1990年代の輝かしい日々を思い出すために私たちは時を超えて旅をしました。グラビア撮影の舞台はあの懐かしいつながる世界への入り口でした。まるでタイムマシンに乗り込んだかのように私たちは90年代のエッセンスに満ちたセットで楽しい一時を過ごしました。まず最初に主演ドラマの舞台となるセットでファニーな 90S ボーイの世界へ飛び込みました。そこには、レトロなおもちゃやたくさんのスニーカー、そしてレアなトレーディングカードなど、90年代の象徴的なアイテムが、ずらりと並んでいます。まるで、タイムカプセルのような空間で、私たちはポップコーンを食べたり、懐かしのゲームで遊んだり、カセットテープを聞いて、ラップを楽しんだりしました。この世界に溶け込むように、 時代を感じながら撮影が進行しました。そして次なるつながる世界への旅は90年代の音楽シーンを舞台にしました。バンドの演奏するライブハウスやストリートでブレイクダンスを披露する若者たちの姿が目に浮かびます。ヒップホップやポップのリズムに乗せて私たちは時代の息吹を感じながらまるでその場にいるかのような撮影が行われました。 最後に私たちは90年代の映画の世界へと足を踏み入れました。ハリウッドの巨大なセットで映画のワンシーンを再現しながら90年代の映画の魅力に満ちた雰囲気を味わいました。アクション、ロマンス、コメディー、様々なジャンルの映画が私たちの目の前で生き生きと蘇りました。 このようにして私たちは90年代の魅力に満ちたつながる世界を探索しました。時代を超えて愛される要素が満載のこの特別な撮影は私たちの心を足掴づかみにしました。ますます多くの人々がこの懐かしい時代への愛を再発見にし新たな世代に伝えていくことでしょう。都会の喧騒を忘れカラフルな夢の世界へと誘うそれが今 シーンの主役であるレインボーポップだ。緑、オレンジ、青、あふれるばかりの色彩が空間を満たし、まるでファンタジーの世界へ足を踏み入れたかのような感覚に包まれる。ここでは色彩が主役であり、私たちはその魔法に魅了される。レインボーポップの魔法は、ただ色を重ねることにあらず、それは洗練されたデザインとアートの融合であり、その美しさは、 単なるカラフルさを超えている。このシーンでは、青空に照らされるようなブルーのセットアップが、躍動感に満ちたポージングを彩り、デザイン性の高いシャツが個性を際立たせる。カラーライトに照らされた彼らの姿はまるでキャンバス状に、描かれたアートのように美しい。カメラのシャッターが切れるたび、新たな色彩の幻想が生まれる。その一瞬一瞬が、 まるで色鮮やかなポエトリーのように私たちを魅了する。レインボーポップの世界に足を踏み入れれば、日常の枠を超えた冒険が待っている。彼らの創造性と色彩の魔法に触れ、私たちは自らの想像力を解放し、新たな可能性を追求することができる。このカラフルなシーンは、単なるファッションの枠を超え、アートとしての表現へと昇華している。 色彩の魔法が生み出すエネルギーは私たちの心を打ち震わせインスピレーションを与える。レインボーポップの世界はただ見るだけでなく感じることができる。その色彩の魔法に身を委ね、私たちは新たな世界への扉を開くことができるだろう。最後は約束の地での開口。ブラックの布バッグに黄色のオーガンジーを重ねたセットの中、 漆黒のアウタールックで登場する。90年代の懐かしい雰囲気が漂うドラマから、気鋭の俳優、長瀬さんとの興味深い対談が実現しました。このインタビューでは、彼のキャリアについてだけでなく、彼が日常生活で直面するマナーとマネーに関する独自の見解も明らかになりました。長瀬さんとの対談は、90年代のトークで始まり、 その時代の懐かしさとともに彼のキャリアの軌跡について語り合いました。彼の演技の裏側や90年代の文化が彼にどのように影響を与えたのかについての洞察にはファンも驚かされることでしょう。そして対談は特集マナーとマネーへと移ります。長瀬さんに尋ねられた質問は興味深いものばかりです。例えば長瀬さんを一日おもてなしするなら という質問は彼の普段の生活や好みについての洞察を提供しました。また、宝くじで1億円当たったらという質問に対する彼の答えは彼の価値観や将来の計画についての示唆を与えました。この対談は長瀬さんのファンだけでなく興味深い話題に関心を持つ多くの読者にとっても魅力的なものでした。彼のキャリアの裏側や 日常生活での考え方についての洞察は彼の人間性をより深く理解する手助けとなりました。彼の今後の活動に期待が高まるばかりです。